山形市内で将棋駒を制作している駒師の相田昌司さんが26日、山形市に本県の旧国名を冠した書体、羽前書を刻んだ将棋駒を寄贈しました。羽前書は近代駒師の祖とされる豊島竜山が起こしたとされていて、現在では名前さえ忘れ去られていましたが、相田さんが数年前に情報を得て、書体の写しを入手し、2年がかりで復元しました。駒を始めて52年、本当に無我夢中でやってきましたけれども、やっぱりこういう職人の世界というのはこれでいいということが本当にないんだなというのが今もって痛感します。山形市にもですね、素晴らしい職人さんがいらっしゃるんだということをですね、このいただいた駒をですね、いろんな形で市民の方あるいは市外の方にも見ていただいて広めていければとこういうふうに思います。羽前書の将棋駒は市役所内に飾られるということです。よろしいですか、すいません、こちらよろしいでしょうか。目線お願いします。